なりたかった子供時代があって、絵を描いてた時もあったし、
美大に行きたいと思ってたこともあったし、でもそういうものを気づいたらいろんなことを諦めて、ここに今この年に、なってました。それでね、すごい思ったの、みんなきっと諦めなかったことをない人なんていないじゃない。何かきっと諦めることをみんな経験してたかと思うんだけど、でもこの先そういう悔しい思いをしなくてもいいんじゃないかって思うんだよね。諦めて過ごさない時間、そういうものを作っていくことだってできると思うんだ。好きなものを追っかけて、仕事頑張って、友達大事にして、恋人大事にして、好きな音楽をたくさん聴いて、そういう諦めない人生、大変だと思うよ。諦めた方が何かこれはちょっとやめとこうっていう風にした方が楽になることもあると思うけど、私はきっと今音楽をやってるのは諦めない生き様をここで音にしていくためです。そのためにラストメジャーは5人組になりました。諦めない生き様を音楽にしていく、これからもラストメジャーをよろしくお願いします。そんな諦めない生き方できるんじゃないかっていうことを書いた曲を今日みんな最後に届けます。今日は本当にありがとうございました。ラストメジャーでした。渋谷みんなで。